はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ガンプラを紹介したいと思います。これですね、以前セブンイレブンの一番くじで当たりました、機動戦士ガンダムマスターグレード RX78 ガンダムバージョン20ソリッドクリアスタンダード。もうこれね、だいぶ前に当たった商品なんですけど、まあ今になってですね、まあちょっとレビューしてみようかなっていうふうに、思いました。機動戦士ガンダム、これはですね、もう僕はもう直撃世代なんですよね。もう、ま、最初見た頃、まあそれまではですね、まあマジンガー Z だとかね、まあそういった、まあいわゆるスーパーロボットって言われるですね、はい、ものが多かったんですけど、この機動戦士ガンダム、まあこれを初めて見た時はですね、まあちょっと、まあ、まあ軽いカルチャーショックを受けたような、まあ感じだったんですけどね、まあ戦争がなんちゃらみたいなですね、まあちょっと、まあ当時、まあ小学生ぐらいだった私にはですね、まあちょっと内容的にはあれだったんですけど、まあ今ね、まあいろいろガンダムも、まあ、シリーズがいろいろありますですしね、まあ、まあこのいわゆる、まあファーストって言われてるこのガンダムね、今見返してみてもね、まあ、まあ今見ればちょっと面白いですよね。まあいろいろ人間関係とか見えたりしてですね。で、まあ早速、今日はまあまあ、今日はまあ作りません。まあ普通のいわゆるまあ開封レビューまでをしていきたいと思います。では早速、箱の方を取り出してみたいと思います。ポッコーンと、まずこれは、説明書ですね。中を出すと、そうですね、はい、まこんな感じで、まこれはちゃんとコアファイターも、ついてるみたいですね。コアファイターも、完全変形で合体できるようになってます。それと、ブリスターですね。まあこれはですね、まあ、クリアスタンダードっていうことで、まあこのようにクリアパーツが付属してます。と、こっちが、まあ、普通のブリスターですね。はい。まあ、このように、まあ、成形色で、ちゃんとして、まあ、塗装も不要みたいなですね。はい。まあ、でも昔のプラモデルってですね、まあ、まあ、本当はまあ、まあ、白一色ですね。まあ、一から塗らなきゃいけないみたいな感じだったですね。まあ、今こうやって、まあ、成形色で、まあ、なんてですね、こういったビームサーベルなんかもですね、まあ、クリアパーツで再現されてですね。これいつ作れるんだろうっていうとか、ちょっとまあ今の悩みなんですけどね。
い、ではね、今回は、こちらの、開封レビュー動画でした。またねー。